兄弟はね、私と弟が一人と妹が一人と、うん、で三人兄弟。うん、三人ですね。それで私は3月生まれですもんね、昭和3年のね。それで6月に、それでその3ヶ月の時、うん、3ヶ月で私を島に連れてこられたわけですよ。うん、私がね、小さい頃はで、父と母ね、そのことと尺八の師匠でしょ。それでね、もう炭鉱のね、その課長クラス以上のお嬢さんたちっていうのがね、もう毎日ね、琴の練習に来よりゃしたんですよ。琴の習いにですね。うん、それでもう毎晩ですね、もう六段とかね、千鳥とかっていうのはね、琴のその曲をね、弾いてね、もうそら忙しいもんやったんですよ。もう芝の練習がもう、何事やろうかっていうことはね、もう、夏はもうガラスも窓も全部開けてね、もう琴弾くでしょ。それでもう芝全体に響きよったんだな。そうですか、素晴らしいですね。あのね、その頃その朝鮮のね、あの人っていうのはあの30号っていうその建物があって、はいはい、そこにもね何人かはおりましたもんね、朝鮮の方がね。うん、もう一つこっちにもね、もうその日給社宅っちゅうて、あの番号がその16号、17号、20号までこうあって、そこはですね、7軒ぐらいこうあったから、7軒がこうずっと並んであったから、大体ですね、80軒ぐらいあったんじゃないですかね、その建物がね。で、そこのね、建物ではね、朝鮮の人はね、一番下におりました。あの地下っていうかな、地下もあったから、地下にはその食堂なんかもありましたもんね。その中に朝鮮の人はおったような気がするとですよね。私が6年生までおった頃にそういう記憶がちょっとあるとですよ。一緒に学校には、え、学校に行った、学校にもおりましたよ、朝鮮の人。そうですか。うん、私と同級生2人おったんですよ。そうですか。現在春という人と長男とかっていう人と2人おったんですね。そうですか。その現在春は私と一緒に会社に入ったんですよ。あ、そうですか。うん、それでね、その人のね、うん、中あのは、まあ、名前を聞かって言って日本人の名前に変えたんですよ。あ、そうですか。あとで現在春って言ったんだけど、中原っていうそういう名前に変えたんですね。で、お父さんはね、橋までね、遊郭を経営しとった。遊郭、遊郭、それもね、朝鮮の人専用の遊郭を、うん、朝鮮の人のね、一番その経営してる人がね、安藤忠人やったんですけど、この人はうちの親父と仲が良かったですもんね。あ、 そうです。それでね、確かね、豪華なんかうちに来よったような人やったみたいな、安藤忠人がね、あの朝鮮の人のね、あの、うん、まあ寮みたいなもんですけどね、朝鮮の人ばっかりそのあのおるところのその大将、まあ、経営者でしたよね。経営者、うん、韓国の人っていうのは、例えばその運搬っていって石炭をその運ぶ仕事やら、それからその石炭を掘るための準備作業とか、そういうのが差し寄ったような気がするんです。うん、虐待っていうかね、あの頃はね、その仕事をサボってあれっていうところであれと、もうなんかね、そのビンタを三つ四つ叩かれて、水をかぽってかぶさか、こうかけられたぐらいの記憶しかなかったですね。さあ、親父が言ったけどね、うん、そうなんか棒で叩いたりなんで、そういうことはあんまり聞いたことないんですよね。とにかくそのあんまり危険な仕事はさせてないと思いますよ、朝鮮の人には。うん、タバコは飲まれんでしょ。
検査で全然口内に入った時は検査して、タバコも絶対持って入ったらいかんですもんね。それで口内から上がっていく時はね、真っ黒でしたよ、顔もなんも。それで風呂に入って、そしてきれいに洗うてね、で風呂の外でね、みんな奥さん連中待ってるんですよ。もう毎日はその危険な仕事やから、もう主人がどういうんやろかっていうのことで、ね、待ってるわけです。そしてね、もうその会うた時のサービスが面白かったですね。タバコはね1本じゃなかったです、両3本タバコ、タバコ3本火つけてやってた3本も刺してね、もうあれで驚いたよ。もうみんなやっぱタバコ持ってくるとですね、タバコ吸うでしょ、校内に8時間おるからね、結局参考体制で、それでその8時間タバコ吸わないじゃないですか3本ぐらい火つけてたとそしてもう出てつらいで帰るって、もう毎日帰る時もうそういうあれが見た風景見たことあるとして、私も小さいながらにねあの美容院にもね、一人ね朝鮮の人がおりましたよ。その人はね、通訳、うん、金さんって言って通訳の人がおった。おいでね、後でね、もう病院のあのあれエロになってね、もうね、医者の仕事じゃなくて大臣の仕事はしよったんですよ。 あの頃は大臣っていうのがあって、ね、大臣っていうのはね、医者のあれでね、まあある程度も医者と同じような仕事をするんですよ。それね、日本人の大臣がですね2人おって、それ内田ちゅうとと原口ちゅう2人がおって、それにその金さんっていうのが大臣の仕事をしよったんですよ。それで往診なんかこの3人がしよったんですよ、あの大臣の仕事でね。あの頃はですね、あそこはね薬券っていうのがあって、はい、薬券っていうのが1枚 5円か5000円か記憶の中けど、それぐらいやったんですよ。それでもう前科見られたわけね、はいはい、うん、そうするとその頃は保険じゃなくて、その薬券っていうのがね、うん、あって、それは私らもね小学校の頃ですね、うん、私はもうトロホームで目あれしたことあったんですよね、うん、でも全額かかってもその値段ですよ。あ、なるほど。もう1日やったら全額かかれるわけ、その5円か行くわけ。あ、そうですか、うん、じゃあそういう点ではまあ、福祉が行き届いてた、ね、うん、そうですね、そういう面はもう楽にあれしよったですね。まあ、小さい時の、ね、思い出っていうのはね、まあいろいろこうあるんですよ。それで小学校の6年生までね島におりましたとね。でね、中学ないんですよ島はね。その頃はね高等学校っていうのが2年間あったんです、はいはい、高等科っていうのが。それでまあ高等科に行く連にはもうそこで終わり、それでそれから羽島のね炭鉱に就職した連中も結構おったんですね。で私は小学校6年までおってですね、そして海星中学に行ったんですよ、長崎の、はい、ところがそこはねもうその下宿せんといかんでしたよね、それで下宿屋を見つけて、そしてもう下宿屋も2回か3回ぐらいちょっと変わってですね、で一番最後はねその三菱のね寮ができたんですよね、はい、私が中学の3年の頃に、その寮に入ってですね、そして私もね学徒動員でしたよ、もう3年生から、はいはい、それでね、川波造船所っていうのが、ご存知ですか、はいはい、あそこにね、3年と4年とね、学徒動員でもう全然勉強しないんですよ。あ、2年間、学徒動員でその造船所ですよね、はいはい、造船所。それでね、輸送船を作る仕事にね、はい、行きましてね。で、私もね、もう何回も死に目に遭ったんですよ。原爆にも遭いましたもんね、長崎で。ああ、原爆に。それで薬学に入ってからですけどね。それで私はね大体医学部を希望しとったんですよ。ところが父がねもう医学部をねひどく嫌うてですね、それどうして医学部にどうして
私今思えばですね、結局ね、医学部が3年のその臨時医専があったわけで、ところがね、そこはなんかちょっとね、3年したらですね、軍医で行かねえかんわけ、戦争に。あ、なるほど。うん、で私がね、長男坊でしょ、はい、男は1人ですよ、はい、あと妹は2人ぐらいおったんですけど、そういう関係で父がね、やっぱね、もう戦争にやりたくなかったんですね。それで薬学に行っとれば、薬学を3年行ってですね、それから医学部に行くそのコースがあったわけ、うん、それでね、薬学に行って助かったわけですよ。医学部に行った連中はですね、全部死んだんですよ、原爆で。300人おりましたもんね、医学部にその行った連中がね。で、私と同級生の連中もね、改正から8名入ったんですよ、医学部に。で、薬学には3人、私とその間ね。その頃の競争率がなんとね、11名に1人。それでね、そういうあれはね、結局文化系のね、大学とかね、専門学校はね、年齢がもう問わずにですね、学校に行っても20歳になったらですね、戦争に行かないかんわけですよ。ところがね、その医学部と薬学部はそれがなかったわけですね、うん、卒業するまでその戦争に行かんでよかったわけ、うん、そういう関係で親父がもうその戦争に行ったらもうどうして死ぬやろうということで薬学部に行けて、薬学に入ったんですけどね、はい、医学部の連中は勉強やったんですよ。それで薬学部の連中はね、ちょっと1年間動員に行けということで、私らはね、飛行機のね、これぐらいの、ね、部品を作りよったんですよ。そしてね、工場がね、ガラス張りですよ。それでね、原爆の落ちた日だけ鉱木運びやったって、私ら中学生を指導して、で工場におった連中はみんな死んだんですよ、ガラスの破片で。で私もそこで大体毎日そう仕事しよったんだけど、まあそこが運でしょうね、原爆の落ちた日だけ鉱木運びやったって、ね、うん、それで鉱木運びがですね、10時50分頃済んだんですよ、午前の部が。それでトイレに行って、そしてトイレから出てきたとこで原爆が落ちたって。それでね、すぐその5メーターぐらいのとこに防空壕がありましたもんね、昔はね。そしてその防空壕までね、法廷入ったんですよね。でその時にそのなんかと飛んできて、頭をね10センチばかり切ってですね、もう血だらけになったんですけどね、その時はね。しかしまあ、そこ防空壕の中で包帯だけ巻いてね、そして帰ったんですけどね。34年にね、学校が焼けたってやもんね、新しい学校になった時に古い学校が焼けたんですよ。その焼けた隣は病院やったんですよ。病院の、ね、レントゲン室に入れて、昔は、ね、フィルムをね置いとったんですよね。だそのフィルムに引火してですね、病院も全焼したんですよ。それはね、その頃は木造の病院やったんですね。これで4月のね1日やったんですよ、それが。病院で火事になったとは、うん、ところがね、その4月1日中のは、うん、嘘を言っていいちょ日にって言いだったと。ああ、なるほど、ね、エイプリルフールね、うんうん、それで全島放送をねしとるとさ、火事だちゅと、うん、嘘と思っとるわけだよね、4月1日で。おお、ほいでね、私もねおかしいと思ったら家におってさ、そしたらね、その島の東北東の方がその火事だっていう放送をしたわけですよ、うんうん、ところがみんなが4月1日バカでね、その嘘と思うとるわけで、うん、そしたらね、どうもねおかしいよって何回も言うけんね、それお父さんに行ってみるんですかって言って、私結婚してすぐやったけどね、そしたらもうあんた学校は全焼してですね、病院にもう移っとった日が、うん、そのレントゲン室に。
そしてレントゲン室にあの燃えるフィルムがいっぱい置いてあったんですよね。ほいで病院が焼けて、もう半分ぐらい焼けてこう崩れかかった時にね、あんな入院患者がおるんじゃないですか、6人も7人も。それを助けたとですよ、私らのさ、もうあれで。もう、そしてね、木造やけん。もう点で命がけ、ポロ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 落ちてきてくわ、ああいうの。よく助けられましたね。うん。そして、消防団もですね、嘘と思っとけ遅れとるしね、そしてね、船がおったせいだ、車線が、夕顔丸っちゅう船が、それがね、海から放水してくれたとですよ、海の方から。それである程度、あれしたけど、もう病院もダメやった、全焼してしまってね。へえ、そんなことだったんですか。そういうあれだったとですよね。